こんばんは、えー、地球の裏側からの贈り物第3弾。えー、今日もですね、えー、あまりにも、えー、ハイドランジャー、レインボーハイドランジャーが綺麗い,いうことで、えー、また、あのー、懲りせ、こりもせず、えー、またレインボーアジサイの、えー 花束を作りました。えー、今日もですね、地球の裏側シリーズ。えー、バラはですね、コロンビアからの、えー、エスペランサですね。そして、えー、トルコキキョウ、えー、レイナピンク、大輪ですね。そして、やっぱり最後の締めは、このレインボーアジサイですね。コロンビアからの。色出しがね、このソフトピンクというか、ペールピンクというか、ペールカラーというか、 えー、なんとも言えない、この淡いパステルカラーというか、うーん、この、マシュマロレインボーアジサイが最高ですね。えー、これだけたくさんね、5本以上使っていますが、レインボーアジサイ。全体的にね、フラットブーケにするとこんなに綺麗にもなりますね。あのー、昨日からね、ちょっとパターンを変えてやってます。えー、全体的にはこんな感じ。 ね、かっこいい感じで出来上がってます。えー、中はこんな感じですね。うん。レインボーアジサイをまんべんなくこの散らした形ですね。まあ確かにね、でもこれはね、あの、たくさんレインボーアジサイ必要ですのでね、あのー、なかなか滅多にないちょっと花束だったんで、今日はね、最後にね、もう一度撮影しました。はい、ありがとうございます。えー、本日の、えー、ご視聴ありがとうございました。